デニー知事が送り込んだ辺野古埋め立て反対は、候補者は開票後すぐに惨敗が分かった。沖縄県民もすでにデニー知事の言っていることが間違っていることに気づき始めている。今回はその中でも最前線となる尖閣について詳しく見ていきますね。主に上空の監視活動を注意深く見ていきます。でもな、北京五輪前なのに中国もインド洋や台湾への侵入を繰り返して、これが常任理事国のすることなのかな。2020年春先以降、新型コロナウイルスが世界的に流行しパンデミックが進行する傍らでも、尖閣諸島周辺海域への中国側の侵入行為は激化し、その数、回数が連日のように増加していることは記憶に新しい。そうした渦中の2020年11月に日本を訪れた中国の王厚氏外相が、自国政府の見解である尖閣諸島は中国の領土であるとの前提に基づき、それに対して挑発行為を行う日本側に対し必要な対処を取ると公の場で発言した。この王厚氏外相の発言をめぐっては、その場で訂正や確認を求めなかった日本政府側の姿勢にも批判の声が上がっていたが、まさに中国政府が自国の行いを既成事実化させようとする政治的な巧妙さを見せつけた事象でもあった。こうした中国側の尖閣諸島に対するスタンスを一層明確にしたものが、2021年2月に中国海警局の武器使用のハードルを低下させる改定、海警法の施行であり、自国の国内法を盾に、ますます尖閣諸島への圧力を強めている。改定された海警法の危険性は、中国海警局が任務の遂行に必要と判断した場合に、所属員が携行する火器や艦艇に装備された兵器の使用を容易にする点にあり、軍事警察傘下で準軍事組織化した同局の脅威はさらに増加している。中国政府の狡猾な点は、あたかも法治国家であるかのように、今回の件で言えば改定された海警法という自国の法に照らして日本側への強硬な姿勢を正当化しようとしている部分で、典型的なマッチポンプ戦略だと言えよう。他国から見れば法にのっとって対応している中国に対して、逆に日本側が挑発行為を繰り返してくるためやむなく対抗措置を取っているとするスタンスを印象付けようとする、いわば悪質なイメージ操作を狙ったものだ。このような中国の動きに対しては、日本側も2016年に海上保安庁内に尖閣諸島を専門に警備する部隊の編成を行っており、石垣島を拠点とする基地から巡視船を送り出し、中国海警局艦艇等への対応を強化させている。中国海警局側は、元は軍艦だったような大型で重武装な艦艇を4隻1組で尖閣諸島周辺海域に進出させるようになってきており、これに対抗するため海上保安庁もこの数を上回る巡視船を投入するなど、対立はエスカレートしている。現在の緊迫する尖閣諸島周辺海域の最前線では、こうして中国海警局の艦艇と海上保安庁の巡視船が日々対峙する状況が続いているが、中国海警局の背後には中国海軍艦艇も控えており、日本も自衛隊による監視で対抗している。ことに洋上から航空機による尖閣諸島周辺海域の警戒と監視任務に従事しているのは、海上自衛隊の沖縄の名は航空基地に配備された第5航空軍の第5航空隊所属の P3C オライオン哨戒機であり、定期的な哨戒活動を行っている。こうした P3C オライオン哨戒機による活動は、
共に那覇に置かれた海上自衛隊の第5航空群と海上保安庁の第11管区海上保安本部との連携によって実施されており、基本365日朝夕の2回にわたって継続的に行われている。この任務に従事する海上自衛隊の P3C オライオン哨戒機は、事前に海上保安庁の巡視船と中国海警局の艦艇の位置情報を把握し、さらにその後方に控える中国海軍の艦艇の動きを監視するため、この行動を日々繰り返しているのだ。中国側の艦艇が日本の領海外の公海上にいる場合には、海上自衛隊の P3C オライオン哨戒機も必要以上に接近しないように、少なくとも 5km 以上の距離を空けて飛行しているが、それでも中国側からの警告の無線が頻繁に入るという。中国側は、尖閣諸島は自国の領土なのだから日本の航空機や艦艇は近づくなと警告を発することで牽制しようとしているわけだが、海上自衛隊の P3C オライオン哨戒機はこれに負けず、尖閣諸島及び先島諸島周辺の巡回監視を続けている。ただし、こうした海上自衛隊の P3C オライオン哨戒機の活動に対して、中国側は空軍の SU-27 戦闘機などを中国本土の内陸基地から発進させて妨害を図ることも多く、海上自衛隊も AWACS 警戒旗や E2C 警戒機を投入して対抗している。これらの AWACS 警戒旗や E2C 警戒機が中国空軍の SU-27 戦闘機などの接近を搭載するレーダーで確認した場合、沖縄の那覇の航空自衛隊第9航空団へ連携、そこから2機1組の F-15J イーグル戦闘機が緊急発進、P-3C オライオン哨戒機を防衛している。このような尖閣諸島をめぐる日本と中国の攻防は日々繰り返されているが、こうした同様の手法を駆使して、中国はこれまでも南シナ海島でも、ベトナムやフィリピンとの衝突を制し、スプラトリー諸島を支配下に置くことを成功させている。非常な現実だが、ベトナムやフィリピンは現状の中国に対抗し得るだけの軍事力を保有していなかったがゆえに、最終的に中国が強行してくる行為に対してそれを防止することができなかったというのが実態だろう。さて、このように尖閣諸島周辺海域を守るために日々警戒と監視任務に従事している海上自衛隊の P3C オライオン哨戒機だが、1983年に海上自衛隊の厚木基地の第4航空群に配備されたのが最初で、すでに40年近い期間運用されている。 P3C オライオン哨戒機はアメリカの航空機メーカーである旧ロッキード社、現ロッキードマーチン社が当時の同社の L-188 エレクトラル核機をベースにして対潜哨戒機として開発された機体である。日本ではこの P3C オライオン哨戒機は川崎重工業によってライセンス生産が今日割れ、その数は実に107機にも上ったが、同社が開発した新型の P1 哨戒機が2013年から実戦配備が始まっており、今後は代替が進む方向にある。それでも2020年度末でも海上自衛隊は44機の P3C オライオン哨戒機を保有、運用しており、新型の P1 哨戒機が同時期で29機の配備に止まる上、厚木航空基地とかの野航空基地に配備先が限定されているため、今しばらくこの状況は続くのだろう。P3C オライオン哨戒機は、大元のアメリカの旧ロッキード社、現ロッキードマーチン社では、合計で650機が生産されており、アメリカや日本は、もちろんのこと、
世界20国以上で使用されている哨戒機の代名詞的存在だ。前述のように、日本では川崎重工業製の P1 哨戒機が後継機として採用されたが、アメリカ海軍ではボーイング社の737型旅客機をベースとした P8 ポセイドン哨戒機が採用され、2013年から実戦配備が始まるなど、先行した国々では徐々に退役が進んでいる。日本では新型の川崎重工業製の P1 哨戒機の調達数は最大で70機ほどで終了するではないかと見られており、B3C オライオン哨戒機よりも大幅に航続距離や連続飛行時間が延伸されたことで全体数は減少する傾向にある。くしくも B1 哨戒機は日本の武器輸出規制の緩和に伴い、イギリスやニュージーランド等への輸出の可能性が取り沙汰されたが、いずれも、ボーイング社の P8 ポセイドン哨戒機との競争に敗れ、武器輸出の困難さを示す例となった。